はい、こんにちは、こんばんは。いよいよ共通テストですね。もう1ヶ月後に迫ってきました。今日は数学2のね、三角関数の合成を突然コサインでしろと言われたらどうするかっていう、そういうお話です。ね、過去のセンター試験でもコサインの合成は出てきてました。で、最近は結構これ目にするようになりましたよね。もしでもおそらく出てきたと思います。ね。さあ、その時に、いや、覚えてねえ、どうしよう、っつんだ。じゃ困るわな。ね。はい。ということで、その対処法、まあ、解決策ということで、いくつか提示してみたいと思います。ね、こう最後のやつは楽しみにね。これ究極の方法だと思っておいてね。さあ、で、どうするかというと、まず、サインだったら楽勝なんだよね。サイン。サインの合成の時には、もう、これもみんな一応知ってるという前提で話するよ。サイン、ルート3、ルート3書いて、で、これ1書いて、ちょんちょんちょんの、ちょんちょんちょんで、シャッと引いて、これが2で、これが6分の π ということだから、これが2サイン。まあ、こんなもんだわ。これはみんなできるんだよね。ねえ。さあ、いいんですよ、これはこれで。じゃあ、コサインどうすんだって話なんですけど、その解決策、さっき言ってもいくつか挙げましたけども、うん、思い出す。もう根性で思い出す。っていう、これね、思い出すっていうのはもう数学ではタブーです。数学で思い出すっていうレベルじゃダメです、やっぱりね。もう覚え出すどこにちゃんと記憶してないとやっぱダメなんだよ。やったことはちゃんと覚えてないとダメね。いちいち思い出すなんてそんな時間ないね。はい、もう却下です。これもう却下、ベンベンブブーね。はい、でそれ 解決策その2ね、公式のルーツに立ち戻る。これ結構数学できる人はこれやってる人多いと思います。ね。そもそも合成の公式のこのサインのこの形からね、サインの合成するときにこんな図書くんですけど、なんでこんな図書くのかって、そこまでちゃんと分かってる人はもしかしたら、この公式のルーツまでやってるかもしれません。y イコール。ね。で、ここは2確定ですよね。これは知ってると思うんだけどな。サインの合成でもコサインの合成でもやることは同じなんで、まあ2は確定なんですよ。だから、括弧して2でくくったらどうなるか。こうやって2分のルート3。これ順番も大事だからね、結構ね。ね。サインシータかける2分のルート3。ね。で、こっちもコサインシータかける2分の1。というふうにまず変形するわけです。ね。で、次。コサインの合成。だからこれが三角関数の加法定理ね。加法定理で、最多コスモス、コスモス、最多っていうふうな形で見るときに、この変形ができるということ。ね。で、これをね、見方を変えて、こういくんだよな。順番変えました。いいですか？順番変えましたよ。コサインが先に来るように。なぜこうしたかっていうと、コサインの加法定理。ねえ、コサインの加法定理って、コサイン、コサイン、サイン、サインでした。で、これがコサイン、これがコサインアルファで、サインアルファと。この二つがね、二分の一と二分のルート三が、ちょうどコサインアルファとサインアルファになれば、ね、ちょうど加法定理の公式そのままなんです。ね。だから、ここでちょっと図を書いてみるわけ。コサインアルファが2分の1ってことはどんな状態かというと、こういう図を書けばいいよね。ここに2分の1。はい。コサインアルファが2分の1。この縦の線入れます。で、サインアルファが2分のルート3っていうのは横線でここに来ます。つまり、これなんですよ。これが、このアルファなんですよ。ね。で、これはもう見ての通り。3分の π。ね。だからこれ、このアルファは3分の π ってこと。ね。ということで、まあ、こっちか、こっちか。で、この式がじゃあどうなるかっていうと、2、ああ、イコール書き忘れた。イコール2。で、コサイン、コサイン、サイン、サインだから、コサイン、シータ、ああ、ちょっと待ってね。なんでここにカット、カッコしちゃったの？もう一回イコールから書こう。ね。2。で、コサインのシータ。マイナスですよ。ね。コサインの加法定理は、ここプラスだったら、ここマイナスになるから。ね。マイナスアルファ。すなわち、これ、3分の π をここに入れてやると、できるよねっていうのが、まあ、これで一応答えは出ました。ね。
いいかな。だから公式のルーツをきちんと知ってる人はおそらくこんな風にね、テストの時間内でこういう計算をやりながら変形してるかもしれません。かもしれません。ただこれ非常にもう本当にもう根本的なことが分かってないとできません。まあつまりよくできる人はこういう風にやるんですよ。ね。ただ時間かかるよね。丸なんだけどね。うん、いい方法なんだけど時間かかるんだ。もう特に共通テストなんてこんなことやってる時間ないからね。本当に。で、次に考えられる方法。これ、グラフで考える方法。ね。で、このグラフを書くんですけど、グラフ書くときには当然合成しなくちゃいけません。ね、合成しなくちゃいけません。これ平行移動6分、あ、マイナス6分の π の平行移動。まあそういうことを考えながら、グラフをさっと書くんですよ。はい、ここにマイナス6分の π。ね。そこから、ここでちょうど、ここから 2π の位置だから、でここでちょうど山のてっぺんにこういう感じのグラフになる。ね。サインのグラフね。いい？ここ3分の π だよ。今、6分の π 一メモリでパッパッとメモリ打ったわけだけど、ちょうどこの幅が2分の π になってます。ね。だから、ここね、これが2なんだけどね。さあ、そうすると、いいですか？今、サインのグラフを書いたんです。ね。それをコサインで読むと。うん、コサインのグラフと考えて読み取ると。で、こういうことやれば、どう？コサインってこっから普通始まるんだよね。で、こっから始まるはずのグラフがですよ。ね。それからこっから始まってるわけ。つまり、平行移動してるんだよ。いくら？ 3 分の π だよね。はい。3分の π 平行移動してるんだから、マイナスつけて、こういうことね。3分の π の平行移動。こういうふうにグラフを使って考えている人も中にはいるでしょう。まあ、いずれも、この2つの方法っていうのは、数学がかなり得意な人だと思います。得意な人ね。得意な人はいろんな方法を知ってるわけで、ね、まあ、どちらにしても、もう僕はこれね、非常におすすめだと思ってます。もう20丸ですね、これね。早いですよ、やっぱ。ね。だから、サインならできるんだけど、じゃあ、コサインどうするんだって時に、まあ、新しくまた公式を作るのも OK なんですけど、やっぱね、こっからなんとか、このサインの合成からなんとか、そのコサインに持っていきたい。という発想ですよ。グラフを書いてそういうふうに持っていく。で、次。実は、他の公式で変形を試みると。他の公式で変形してみる。大した公式じゃないです。もう当たり前の1年生の時に習った公式も出てきますけど、まあ、それ使うんですけどね。どうするかっていうと、まずはここまで。ね、ここまで。シータプラス6分の π だったね。ここまでは普通にやるんです。今まで通りサインの合成をやります。つまりサインをコサインに書き換える作業をすればいい。で、その時に使うのがこの公式。よく知ってる。一番最初に習った公式じゃないかな。これ。シータまで、あ、90度マイナス、ね。あ、逆だ。ごめん。教科書ではこれ逆に書いてあるね。まあ、どっちでもいいんだけど、どちらでもできるんだけど、2分の π、マイナスシータだった。ね、こっちで出てくる、教科書に出てくる公式はこれです。ね。で、これをね、左右逆に使うわけ。左右逆に使うってことは、つまりサインシータがコサインに書き換えられると。ね。というふうな見方をするわけ。で、その時に、どこをどう比べるかというと、この、サインシータ、この部分がね、コサインに変わると、2分の π 引くシータ。っていうふうにか、この位置に来ると。だから、この場合、サイン、シータプラス6分の π です。ね。だから、これを同じように、もうさっさとコサインに変えちゃうわけ。ね。あーっとしまった。中括弧にしておかなくちゃいけないね。中括弧、この2分の π 引くですからね。で、今のシータプラス6分の π ということなのね。こんな感じだから、本当に2分シータはここにこの角をそのままこの後ろに持ってくる。2分の π 引くの後ろに持ってくる。つまりこの場合も2分の π 引くの後ろにこれをそのまま持ってくるとね。
あんまりこういう逆の使い方ってすることがないと思うんですけどね。あの公式って右向き左向きどちらも使いますから、ね、まあそんな感じで次じゃどうするかというと、まあ、そのまま書いていくだけですが、はい、マイナスシータ、ね、プラス2分の、あ、もう計算しちゃおうか。2分の π 引く6分の π だから3分の π だよね。ね。でもまだマイナスじゃまずいよ。マイナスじゃまずいんだよ。で、どうするかっていうと、ここで使うのが、もう一つの公式。コサインマイナスシータというのは、コサインシータと同じですよ。ね。というやつ。これは数2だね。これは数1です。こっちは数1。90度引くシータのやつだから。ね。ということで、ここの符号を全部逆にします。ということで、これで出来上がり。ってことになる。ね。まあ、これは、そうね。これも20丸でいいと思うんだけどね。まあ、やっぱりね、自分はここまではできるんだと。サインの合成はできるんだと。だからそこにプラスアルファ。プラスアルファとして、今まで自分がやってきたものをベースにして、そこにプラスアルファで、この2つの公式を使ってさらに変形していく。この変形自体も非常に大切なんで、ね。この変形すごく大切ですよ。だからこれはまた別でも使えますからね。他の場合でも使うことが結構ありますから。ぜひここでまず練習してみてください。さて最後です。最後解決策5。実はこの4番でやったことを一般化するという、一般化という言葉は僕はしばしば使うんですけど、あ、しばしばオフね、しばしば使うんですけど、この一般化って非常に大事なんです。一般化をすることによって自分で公式を導き出す、新しい公式を自分で作ることができる。これが数学の一番楽しいところかもしれないね。ね、さあ何をするかっていうと、もうちょっとね、文字全部文字でいきますね。だからもうとにかく最初のスタートはもうこれ A サインシータープラス B コサインシータがスタートです、ね、でそして図を書きます。どこに書こうかな、ここに書こうかな、 A B でこうやってね、これ R でしたよね、でこれアルファでしたね。だからこれを使うことによって R サイン、シータプラスアルファという形ができます、ね、でこの形からさっきと同じことをやります。この 1,2,3 段階の変形、ね、2サインのシータプラス6分の π からここま で、 でこの変形を全く同じことをやっています、ね、つまり、まあ、早速コサインに変えて、2分の π マイナスこれね。で、さらに、まあ、ちょっと整理してみましょう。整理というか、まあ、カッコなくすだけだ。どうしよう。まあ、いいや、普通に行こうか。マイナスシータ、マイナスアルファ、プラス2分の π。ね。で、最後に、符号変えたよね。ここで符号、ここね、符号変えたから、これ同じことをやります。もう分かったよね。ここ。つまりこの形に合成したければアルファマイナス2分の π を計算すればいいんだと。アルファマイナス2分の π でこの場合だったらアルファは6分の π ですから、2分の π 引いてやると、マイナス3分の π だよね。それがこれ引いたものがここに来るんだよっていうことがこの式から明らかじゃないですかね。で、それで終わりじゃないよ。こっからが面白いんだよ。こっからが。で、じゃあそもそも、このアルファマイナス2分の π って何なのかと、ここを考えてほしい。一体これって、数学的、ちょっと文章化すると、これを文章化するとどんな意味があるかと。ね。どういう意味を持ってるか、この式がね。こういうとこを考えるのが面白いんだよ。ね、公式を覚えて当てはめるだけじゃ全然面白くないからね、数学なんてね。んで、じゃあこの引き算ってそもそもどういうことを言ってるか。引き算って、例えば 5-3 だったらさ、ね、当然2ですよ。で、それ数直線で言うとどういうことかっていうと、3があって5があって、で、ここが2なんだよね。ね。で、逆の 3-5 ってこれ中学1年で習います。中学1年で習うんですけど、その時にこんな図を見たことないですかね。
こんな図を見たことないですか。ね、この答えっていうのは実は5を基準にしてね、5を基準にすると3は5の左側2つ部分のところにありますよと、ね、5に対してマイナス2の点が3なわけだ、ね、だからこの基準とするのが5、あ、ちょっとなんか同じになっちゃったな、基準とするのが5、こっちも丸書いちゃった、失敗、ね、基準に対して3は基準の5に対してマイナス2の位置にある、ね、これもそうやって読むと5は3に対してプラス2の位置にある、3に対してプラス2の位置にあると、これが基準、つまり後ろは基準なんですよ、後ろは全部基準を表していると、基準となる値を表している、ね、いいですか、ここ大事だよ、つまりアルファマイナス2分の π というのはどういう意味かというと、アルファはアルファがだな、アルファが、うん、あ、まあでもあでいいか、アルファは2分の π に対してどんな位置にあるか、どの位置にあるか、こういうことを表すんだと、こういうね、文章化ってすごく大事なんだよ、式を文章に直してみる、ね、アルファは2分の π に対してどの位置にあるのか、ね、いいかい、ってことはね、さっきのこの図に戻りましょうか、ここの図見てください、ね、アルファ、これがアルファです、ね、そのアルファを表すのがこの角、この動径っていうね、この動径です、ね、これは2分の π に対して、はい、2分の π、 ここです、2分の π に対してこれを基準としてどこにあるか、こうなるわけ、ね、この角が実はアルファマイナス2分の π なんですよ、となればいいですか、さっきこの最初の合成しましたよね、合成しましたが、もう合成しなくてもこの図をさっさとか、あ、どうしようかな、難しい、色が、うん、この図をまず書くわけ、いつも通りね、いつも通りこの図を書いてやってね、係数ルート3と1で、ルート3と1ね、普通にそのままさっと書いてやる、でこれがアルファですね、当然6分の π がアルファです、だから今言ったようにアルファマイナス2分の π っていうのはこの角なんですよ、この角がアルファマイナス2分の π な、ね、で見ての通りこっち6分の π だから当然3分の π、 ただし負の向きですね、負の向きなんです、ここを基準としたときにこの動径がどの位置にあるか、負の向きに3分の π の位置にありますよって、これがこれなんですよ、そう考えると、こっから先は皆さんいろいろやってみてほしいんですけど、例えば、どうしようかな。マイナスサインシータプラスルート3、コサインシータっていうのがあるとすると、まず普段通り図を書いてみてください。こんな感じ。マイナス1でルート3。普段のサインの合成だったら3分の 2π ですよね。ね。だけど、どうすんの？こうすんでしょ？ここを基準として考えるから、こうすんでしょ？ね。ということで、イコール、2コサインシータ、これもう正の向きだから、プラス6分の π なわけだよね。まだまだいけるよ。y イコール、どうしようか。これ逆にしてみようか。こうしてみようか。ね。この場合どうなるか。この場合だと、1とマイナス3だから、ちょっとこんな感じですかね。いつも通り、合成の1とマイナスルート3。サインの合成の時と同じように図を書いてみます。ね。こうなります。はい、これが、マイナス、3分の π です、ね、で今回これをコサインにしたいと、
コサインに合成するときには、当然これ長さが2だから2でいいんだけど、はい、コサインシーター、さあ続きどうなる？もうとにかく2分の π を基準として考える。だからこうだよね、2分の π でも6分のマイナス6分の5 π、 わかるかな？というふうに、この途中のサインの合成なんかすっ飛ばして、もうこのいつもの図をそのまま使ってコサインの合成って可能なんです、ね、可能なんですよ。もうこれをマスターすると、サインの合成はいつも通り、コサインの合成はここの角を見るとね、そういう単純な作業で合成が可能になります。でもちろんね、こういうことを言うと、こんなこと覚えるからもう成績上がるわけねえよなんていうコメント絶対来るんですよね。ね、僕は別にこの結果だけ覚えなさいとは言ってませんからね。こういうことをきちんと理解した上での話ですから、ね、そういうコメントはなしですよ。いいですか？ね、こんな感じで、やっぱね、一般化する。僕はこの一般化することによって、高校時代いっぱい公式自分で作ってます。作りました。もう数学しかやらなかったから。だから高校時代は本当にね、まあ、結構数学楽しくやってましたね。宿題なんかほとんどなかったしね。いいでしょう。時代が違うんですよ。ね。まあそんな感じで、ね、結果だけ覚えてもダメです。ね、どうせ、ああ忘れたで、この思い出すパターンになっちゃいます。ね、これ絶対ダメだからね。思い出すなんてのはそれ数学じゃないからね。ね。はい。ということで、まあこういう方法、ぜひ使ってみてほしいし、なぜそうなるかも含めて、この辺の計算きちんとやって理解した上で使ってみてほしいと思う。ね。これ本当に便利ですから、一瞬でわかりますから、グラフよりもさらに早く分かりますから、もう本当に花丸あげたいっていう、そういう感じなんです。で、これが本当に正しいかどうかは、加法定理でバラバラにしていって元の式と同じになるかを確かめればいいんですけど、まあここでもね、ここでもお墨付きをいただきましたから、もうこれも大丈夫です。アルファプラスアルファマイナス2分の π なんですね。 OK。 じゃあここで終わりましょう。結構長くなりました。お疲れ様でした。じゃあさよなら、バイバイ。